んでこんなことが起きるの。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さて、先日も動画にしてですね、いろいろコメント欄が盛り上がったですね、ライブ会場による耳栓仕様についてですけれども、使ってる人っていうのが多いみたいで、これは知らなかったです。僕ね、今までもかなりの数ライブとかフェスとか行ってるけども、耳栓してるなって明らかに分かったっていうことが、まあほとんど数えるぐらいしかなくって、こののさ、レクストさんのライブに行った時の RNR ツアーズの脇田さん持ってるのは見たんで、ああ使ってるんだなっていうふうに思ったんだけれども、それぐらい本当に。でもね、いろんなやっぱコメント欄を見ると、突発性難聴になりかけたとか、お医者さんに何度も注意されてるっていう人もいるみたいなんです。じゃあ実際にそれってどんなものなのかなっていうこと、僕も気になったので、今回は買ってみましたって、これから使ってみようと思います。それがこちらです。その名の通り、音楽用耳栓でございます。これはね、9の猫髪とかで売ってるようなこう耳栓とかじゃなくって、Amazon でですね、かなり高評価だったですね、耳栓なんです。特徴があって、コルグですよ。コルグがですね、輸入代理店になっています。音楽機材とかをね、結構売ってる会社なんだけれども、まあそれがですね、取り入れてるっていうものなんですよ。特徴としてですね、まず音質を変えない。これかなり重要ですよ。低音がもう全くカットされちゃうとか、高音もカットされちゃうとか、そういうんじゃなくって、音質は変えない。だけども、約20デシベル遮音できる。20デシベルって言ったら結構でかいよ。20デシベルの音がグッと下げることができるので、それはいいのかなと。装着したままの会話もできますし、軽量で快適な装着感。しかもこれですね、2つありまして、ケースもついてるからいいかなということでですね、じゃあ早速使ってみましょう。レッツゴー。じゃあ早速ちょっと開けていきましょう。あ、なんか説明書が入ってて、全部英語だな。なんかよくわかんないけど、試験結果とかも入ってるっぽいけど、全くわからねえぞ。これがそのものですね、こんな感じになっていて、こんな風なですね、三層構造みたいになってるね。先端には穴が開いてるから、これはこう通じてるような形になっていて、ここが取っ手かな、持つ感じだよね。イヤーフィルターって言われてるものがあって、でこれなんだよね。いいよ、このちっこいイヤーフィルターっていうのがあって、これがですね、ああなるほどなるほど、フィルター構造になっていて、これがですね効果を発揮するらしいので、このマークがある方を上にした状態でこう入れるらしいんですよね。よいしょ、これで使用可能という風になっています。で、持ち運びにも便利なですね、こういったちっちゃいケースがついていて、あ、これしかも回して取るタイプだから、簡単に落とす心配もなさそう。こんな感じだわ。いいね、これをポンポンと入れてしまって保存できると。じゃあ早速使ってみましょうかね。OK、 じゃあ早速使っていきましょう。で、僕がですね、サブチャンネルでも話をしました、まあ、勉強法とかですね、寝る時にも使ってる、この耳栓ですね。こういうやつなんですよ。この緑色の耳栓、これはもう空洞とか何も開いてない普通のですね、タイプなんですけど、ちょっとこれまず最初に装着してみましょうかね。比べるようとして、まあ、いつもの耳栓、完全にいろんな音がシャットアウトされてるなという印象の、まあ、いつも使ってる耳栓だなという感じ。じゃあこっち、買った方のですね、ちょっと耳栓をちょっと使ってみようと思います。いや、あのね、つけた感じは普通の耳栓とあんまり変わらないですけどね。あ、なんかそんなに変わったかなって言われるとよくわかんないな。ちょっとヘッドホンつけてやってみようか。まあ音は、直で使えますよね。僕がいつも使ってる耳栓をちょっと使ってみましょうか。やっぱこうなんか音がこもっちゃうような印象がありますよね。これ耳栓の特徴だからしょうがないかなっていう感じ。じゃあこっちのフィルター付きの耳栓の方ですね、使ってみましょうか。え、なんでこんなことが起きるの？これすごいないか。これすごい。やっぱりちょっとこれ感動してる。マジか。全部ちゃんと聞こえる。低音も高音も、ボーカルの声もですね、遮ることなく、ちゃんと聞こえます。これすごい。そう、感動してるんだけど。片方ずつ使ってみましょうか。片方ずつ使えばすげえよくわかるんじゃないかな。なるほど。すごいすごい。はい、というわけで、まあ、しばらく使ってみましたけども、まあもうあの反応通りですよ。これはですね、素晴らしいですね。これほんとすごい。いつも使ってる耳栓とも明らかな違いもあるし、音もですね、ちゃんとですね、確かに20デシベルぐらいは下がってる気がする。だけど、いろんな音を遮ることはなく、ちゃんと聞こえます。やばいな、これ。これはちょっとかなり衝撃ですね。音楽がすごく好きだけれども、耳を保護したい。だけど、音質はさ、ちゃんと変化させたくないっていう人にはすげえいいと思う。本当に。これは久々にめちゃくちゃおすすめします。全然買って損はないですね。1500円ぐらいなんだけど、高いなりの理由があります。これちゃんとしかも2ペアついてるから、中のフィルターの部分をこう外してこっち洗えばまたこっちも使えるからね。いやー、すげえ、マジでちょっと舐めてた。これちょっと使おう俺。いやいや、それなら音量下げてやれよ。え、いや、ちょっとそれは